ケープタウンからカイロへ、鉄道用の電線を付設するローズ。ローズの名前とロドス島の巨像を引っ掛けた同時代の風刺が、セシル・ジョン・ローズは、イギリス帝国の植民地政治家。南アフリカの鉱物採掘で恐怖を得て、植民地首相となり、占領地に自分の名を冠した。神は、世界地図がより多く、イギリス領に塗られることを望んでおられる。 できることなら私は夜空に浮かぶ星さえも併合したい、と著書の中で豪語した。牧師の家に生まれる。南アフリカにおいて、帝国主義政策を積極的に提唱。デビアス鉱山会社を設立。オレンジ自由国で発見されたダイヤモンド鉱山。トランスバール共和国の金鉱山を独占。1891年までにダイヤモンド工業を独占。 南土金山の併合にも成功して、南アフリカの鉱山王となる。1894年に、ケープ植民地首相となり、グレング礼法を制定。これは、後のアバルト兵との原型とも言われる。1895年に、中央アフリカを征服し、自らの名にちなみ、ローデシアと命名。同年には紙幣に武器を持たせ、トランスバール共和国に侵入させようとしたジェームスン。 侵入事件を起こし、翌年に首相を辞職。セシル・ローズ失脚後もイギリスは南アフリカ、進出政策を進め、防和戦争に至る。まともにある、ボチワールズビュー・ルックアウトに埋葬されている。生涯独身であり、女性との関わりが極端に少なかったため、ローズは同性愛者であったという噂があり、彼を扱った映画、セシル・ローズ、その生涯と伝説、などで、 そのように描かれている。ただし、真偽は不明である。ローズは熱心な帝国主義者であるとともに、人種差別主義者でもあった。彼はアングロサクソンこそ最も優れた人種であり、アングロサクソンにより、地球全体が支配されることが、人類の幸福につながると信じて疑わなかった。成功する以前は、イギリスによる、世界支配を目指す秘密結社の設立を公言していたが、 ビジネスの多忙もあり、そのような組織を作ることはなかった。しかし、あまりに莫大な資産を残して亡くなったため、セシル・ローズの秘密結社があるという陰謀論が絶えない。また、ローズはフリーメイソンであり、死ぬまで会員であり続けた。晩年、ポーランドの大貴族、カタジナ・ラジビウ公爵夫人から、必要なストーキングを受けたことがある。近年になって、 ローズの人種差別主義への反発の声が南アフリカ及び祖国イギリスで高まっている。2015年12月17日、オックスフォード大学のオリオールカレッジが学生の要求を受けて、ローズを検証する名板を校舎の壁から撤去することを決め、銅像についても撤去する意向を明らかにした。それとともに、同カレッジは、ローズの人種差別主義を非難する声明を発表。 アフリカ系の学生への奨学金を充実するなど、反差別活動に力を入れる方針を明らかにした。南アフリカでもアパルトヘイトに代表される、アフリカの植民地主義の象徴として、黒人を中心に、ローズへの非難の声が高まっており、2015年4月に、ケープタウン大学が、ローズの銅像を撤去したのを皮切りに、南アフリカ各地にあるローズの銅像や、 記念碑を撤去しようという動きが広がりつつある。旧ローデシアであるジンバブエでは、まともに葬られたローズの亡骸を掘り返して、イギリスに返還しようとする、反植民地主義的な動きが起きるも、歴史的意義を重視する、地方政府やロバート・ムガベ大統領が反対したことによって、阻止された。二0二0年六月、米国ミネアポリス近郊で起きた、 白人警官による黒人男性、ジョージ・フロイド暴行死亡事件に橋を発した一連のデモがその人種差別の起源でもある欧州、英国へと飛び火し、各地で奴隷貿易や白人市場主義に関連した銅像がデモ参加者やボートによって引きずり下ろされたり、落書きされたり、ブリストル湾に投げ込まれたりした。この運動の盛り上がりを受け、 オックスフォード大学は校内に設置されていたローズの銅像を撤去する決定を下した。ローズは同大学に多額の寄付をし、小学生を生むなど少なからぬ貢献をしていた。元英国保守党のダニエル・ハンナンは、ついた上でローズの寛大さは何千人もの若者が教育を享受することを可能にしました。ローズの死からわずか5年後に、 最初の黒人学生が奨学金を得てもいる。恩人を、このように扱う大学に、誰が寄付をしますかと述べた。ローズコトバンク AB 人種差別の象徴と、決別 A、ナ大学のセシルローズ像撤去、ニュースダイジェスト、英国発、ニュース、二千十五年十二月二十二日、同年十二月二十五日閲覧、ライング、アシュリング、ロバートムガベブロックス、 セシル・ジョン・ローズ・エックスメーション。ザ・テレグラフ。反人種差別でも、倒され、落書きされ、標的になった各地の像。BBC ニュース。2020年6月12日。2020年6月24日閲覧。ローズ・スタチュー・ウィル・フォールワズ。オックスフォード・ユニバーシティ・バックス・アンチ。レイシズム・コールズ。NBC ニュース。2020年6月24日。閲覧。 a オックスフォード大セシル・ローズの贈敵去へ米国人男性暴行死で批判強まり毎日新聞2020年6月24日閲覧ローズ・スタチュー・ウィル・フォールワズオックスフォード・ユニバーシティ・バックス・アンチレイシズム・コールズ NBC ニュース2020年6月24日閲覧ありがとうございます